たくさん出たものの中から、まあ、加藤勝いいじゃんっていうのを選ぶだけの時間を取り、そのまま来らんねえよな、どうすんべみたいなことを整える時間を取るっていう、大きく分けると 3段階。どうやったらうまく話せるか、もうどうでもいいですよ、どうでもいい、そんなことは今日金輪際忘れて、今日思ってどうやったら聞き手が動くかということをぜひですね意識しながら、聞き手を動かすんだと。じゃあ自分たちが広報の成熟フェーズのどこにいるのかっていうことを把握することができるシートっていうのを皆様にお配りします。まあ、それに回答していただくことで自分たちがどこのフェーズかというところが分かります。